ったらさすがにやめようかなと思います。あ、ナイフエッジだいぶゾイブソリムか。じゃあこれはもう絶対バイソン有利なやつですね。戦い方は思い出せんな。どうやってやってたっけな。これじゃあ今日は梅さんとゲームする予定ですか。わかんないんだよそれが。久々これ負けそうだ。緊張感あるね、いいね、強いね。危ねえ、ミスった途中、危なかった。途中削りに移行して喋れねえ久々すぎて喋れねえ、焦っちまう。 CPU が、俺の中の CPU が全部使われてしまう。強いこの人。でも開幕にちょうどいい人だな。あのカメラの場所とか、あの文字の場所とか変えるから言ってね。変えれるから。もし地上戦できる人か。しまうんですよね、食らうとね。よし、捨て引き入ってなさそうですね。え、音入ってない？音出てない？
ええ出てるっしょ。いや入ってるよ、絶対入ってる。間違えた。違う、EXEX 終わってた。小さい、コントロールの音がでかすぎるだけ。ゲーム音、音のゲーム音聞こえ、聞こえるじゃん。じゃあ、え？聞こえてるよね。ゲーム音下げてるよ。あ、遅れて帰った。そっかそっか。じゃあちょっとさ、ごめん。俺さ、もう、モニターの音全部消すからさ、そしたら、モニターの音全部消すから、あれにして、あの、サブスクとか、ビッツ入ったら言って。俺わかんねえんだ。音が聞こえなくなるから。やる。ゲームが遅れてるのはキャプチャーが悪いんだよ。ゲームキャプチャーごめん、 AI 使ってないから。残念。キャプチャーボックス変えれば。やっぱこの音ダメだな、安定しないな。死なないけど撃つ。おお、勝った。つべ配信してた時普通に、いや違うんだ、つべ配信の時もあった。なんかね、安定しないんだ俺のキャプチャーボックスが。だしょうがない。でもあの音とかは問題ないよね。あの音が遅れてる以外は問題ないよね。出てるし音量も大丈夫。OK です。久々のストハイめっちゃ緊張してきたな。やっぱサードとかもやりたいんだけど、格ゲーがね、格ゲーやりたいんだけど、ストハイブが、まあ今ちょっとできるね。この時間帯だったらできるんだね。あの、ゴールデンタイムができないんだな、多分な。
まあ、PSN が壊れるっていう話も聞いてるから、タイミングは別絶妙だな。気がマジないな。うまい。やる。おーマジか。よし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 。バイソンでガイルいける、はい、有利です。バイソン有利だと思います。APEX とかも今落ちてるね。でもリュウちゃんやってたじゃん。ボクサーはチュンリーに何されると厄介。いや、チュンリーはめちゃくちゃ厄介。全部中段立ってただけで、あの橋入れ替えと、中盤から V スキルつながるようになったから、もうマジきつい。それ終わってるし、あ、 PS4 なんだ。あとは色仕掛けじゃない、まあうまいこと言うな。あとはまあなんかもうガンガン前大キック先端がムカつく。うわ、この人置きが汚い。やばいやばいやばい。しないけど、これレンガなんですよ。いいくさい。おいしい、またおいしいな。
こっちが当たんねいいですね、いいですね。ちょっと蘇ってきましたね。ちゃんとリーサルが蘇ってきてる。いいですね、いいですね。非常にいい。久しぶりにやったのにスパファイブ馬王だな、まあ、あとガイルは結構やったキャラっていうのがあるね。でもこの人ガイルちゃんと分かってるわ。ちゃんとなんか治療戦やってこようとするもん。まあそれやんないときついんだけど、大きい攻めがちょっと食らっちゃってるから、そこが残念だけど、この人は。うわぁ、こういう置きがマジ抜群だもんね。マジか。なるほど。まあこれしゃあないな。二択だったんで。やばい。さすがに。まあ、きついこれ。やる。やられた。ついにバレ始めた。でも今中段立ってるから、二択食らってるから、まだあれだけど。ケイさん、オジリーグ出てほしいって本音です。あ、本音だね。まあでも、やだっぽいけどね。まあ、なかなか結構時間食うからね、スト5は。まあでも、やってくれるんだったら出てほしいけど、ただやってくれないと無理だね。ケースさんだからっつって、今のままダイヤぐらいでしょ、多分。持続が長すぎるな、これ。あ、一生立ってる。なるほど。まあ二択になっちゃうからね、ガイルは全然置かれる。開幕
ました。展開、おわー、無駄なやつが出た。ストレートが出んかった。今日は睡眠足りてません、ぶっちゃけ。今中継、今歩き中継間に合わなかったか。中継、ダイソースパコンだったんだけど、出てなかったわ。あ、グラブルならね、もしかしたらあの人出るかもしれないけど、グラブルは俺がやらん。グラブルやっぱね、つまらんわ。あれが。やっぱフェリーとランスローとかつまらん、絶対。思んないもん。絶対思んないから。卑怯。まあ調整が入ってちょっとバランス良くなるんだったらいいけど、バランスが悪すぎる。チーム戦だったらいいよね、グラブルは。だバランス悪いから誰かが助けるとか、チーム戦だったら全然おもろいと思うんだけど。調整入るっぽいんでありえます。あ、ほんと。でもキャラの色だからね、ランスロットそういうのなくしたらさ、まずくね。ファスティマも結構いかれてます。まあいかれてるね。まあそこら辺もちょっと直した方がいいんだろうね。調整するか、アッパーを、まあ、アッパー多くしてバランス良くなるんだったらいいんだけど、アッパー多い方が面白いね、実際は。なんか太ってない方こけてない、こけてるのはさ、あれだ、色がデブ特有の。頬はこけてないよ別に。痩せたらこの黒色はなくなるのかな。体調悪いっぽいんだよね、内臓悪いの。しょうがない。やる。めくりない。痛い。それなんかあったな。それ中断だったよな。中足7フレ確定だったっけ。6フレまでだったっけ。ちょっと忘れたな。
これはね、シャミチューパンガラさせて、投げると前投げだと死ぬという。だから EX 使いませんでした。やられた。赤。そうしな。やる。ケイ。シャーミシューパーの白ゲージ削そう。シャーミシューパーの白ゲージ削ると投げで死ぬんですよ。あの体力が多分。ちょっと変わったから。でも後ろ投げで絶対知らなかった今。ちょっと25増えたからちょっと分かんなくなっちゃったんだけど。でもまあ残りは結果あんま変わんねえよな。ガーキャン持っといてもいいんだけど、ガーキャン持ってもこっち確定ダメじゃないからね。は？あれ優位かよ。やばいやばいやばい、死ぬ。無理。ジャンプ台キック入って中継ダイスで終わってた。バカすぎる俺。